こちらの書籍では食事制限なし、水運動なし、お酒も飲んでも大丈夫、それでも痩せる方法が食後の10回スクワットでした。今日から毎日一緒に頑張ってみましょう。今回のルールを説明します。スクワットはできるだけゆっくり動いてください。1回スクワットしたら歩きます。頑張っていきましょう。スタート。ゆっくりしゃがんで、ゆっくり立ち上がります。それでは歩きましょう。ゆっくりスクワットを1回やったら次は歩きます。これを毎日行うことで劇的に変わると書籍では言われてました。スクワット10回だけではちょっときついのと、あとは有酸素運動も含めたいので、今回は交互にやっていきます。しっかり手を振りながらやってください。食後30分後ぐらいからやるのがいいと言われています。1時間経ってしまうとね、血糖値が上がってしまうので、必ず30分後ぐらいまで始めましょう。 OK、 それではスクワットやっていきます。ゆっくりゆっくりしゃがんだら、ゆっくりゆっくり立ち上がります。じゃあ歩きましょう。これを食後に毎日やるだけ、いい運動でもないし続けやすいと思います。肘をしっかりね、後ろに引く意識をすると背中もしっかり使えていいです。息ができるだけ止まらないように、いっぱい息をね吸いながら行うと効果的です。それでは行きましょう。スクワットです。3回目、ゆっくりゆっくり降りたら、ゆっくりゆっくり上がります。 OK、 行きましょう。食後すぐはね、ちょっと胃が痛くなったり消化不良になる可能性もあるので、やっぱり10分ぐらいは空けていただいてやるのが効果的と思います。何か好きな音楽とかね、聴きながらでもいいですし、この動画をやった日はですね、コメントに日付と回数、丸、こういった感じで記載してもらえるとね、一緒に見ている方とかね、頑張ってる方も励まし合いができますので、コメントをぜひ残してください。OK、 行きましょう。4回目、ゆっくりやるのが、ね、ポイントですよ。よっしゃー、いきましょう。もしね、腕こうやって肘曲げてもつらかったらこうでもいいです。どっちの方が痩せやすいっていうのはないですからね。まあ、ゆっくりね歩くのもいいですし、まあ、自分のペースがちょうどいいと思います。食後にね、これやるだけでいいって書いてましたから、それならめちゃめちゃやりやすいですよね。やっぱね、いろんなゴム使ったりバランスボール使ったり腕立て伏せしたりお尻鍛えたり、結構きついですからね。やっぱね、きついことは続かない。よし、はい、じゃあ行きましょう。5回目、オッケー、ナイス。いいですね、いいですね。これ連続でね、スクワットやればいいってわけでもないしね、そう考えたらね、1回ずつインターバル挟む方がやりやすいですよね。しかもこうやってね、歩いてるんで筋トレと有酸素運動を交互にしてますから、すごい効率のいい運動になってますね、これね。まあ、結構ね、これ10回スクワットと10回歩いてますから、結構な時間をね、有酸素運動してますよ、これ。食後じゃなくてもね、朝一とかやったら、エセ効果が大ですよ、これ。よっしゃ、行きましょう。ゆっくり、ぐーっとお尻突き出して、ゆっ
くりしゃがんだらゆっくり床を踏んで立ち上がる。 OK、 いきましょう。これ結構な数歩いてますよね。結構歩数歩いてるぞこれ。テレビとかね、見ながら、テレビの動画を見ながらね、やってもいいかもしれませんね。背筋を正して、肺活量も鍛えられますしね、これね。もう体がポカポカしてきましたよね、これね。あんまり早歩きはね、ちょっと言いにくるかもしれないけど、うん。よっしゃー、じゃあ行きましょう。ゆっくり降りて、ゆっくり上がる。OK、よっしゃー。OK、OK。いよいよ、あと少し。うわ、体ポカポカするなー。これ毎食やったらえぐいですね。朝昼晩3回やったらこれ30分ぐらい運動になっちゃうよ。これ痩せるわ本当にこれ絶対痩せるわ毎食やったら。いやー、なんかこうボケーとこうしながらね、こうやってやるのもいいですよね。こう歩くのってやっぱいいですね、これね。頭なんか無になるというかね。よし、 OK、 いきましょう。ゆっくり息を吐きながら、ゆっくりゆっくり立ち上がる。よし、OK、いきましょう。あと少し。いやー、こうやっていくとなんかあっという間ですね、こうね。こうきつすぎないね、こう。まあ、こうなんだろう。ちょっとこう退屈なぐらいがいいですね、こう見ながらね。ここでボケーと歩いてね。あんまりね、こう、うわー、うわーって疲れるもんな。これを食後にね、みんなね、こうちょっと続けてみましょうよ。これ1ヶ月ぐらいね、こう続けたらね、いいですよ、本当に。お腹も痩せるし、足も痩せるし、背中もスッキリしてきますよ、これね。よっしゃ、OK、行きましょう。ゆっくり、ゆっくりですよ。ゆっくりゆっくりですよ。 OK、 いきましょう。よっしゃー、きたきた。あと少し。どうですか皆さん、あと少しですよ。よく頑張れてますよ。いいね、いいね。あ、よくここまで来た。頑張れてる、頑張れてる。よっしゃ、行きましょう。ゆっくりゆっくり。じゃあ、オッケー。いいね、いいね。あと少し。いよいよ、その調子。あと少し。オッケー。最後は好きなポーズ。